やりがいを感じる瞬間を教えてください。はい、私は一つ目に生徒一人一人の年間スケジュールを立てている時です。トライは生徒と先生が一対一で学習形式のため、生徒の性格や学力に合った問題やプリントをどのタイミングで出すかを考えている時にやりがいを感じます。二つ目は模擬試験の点数が上がった時です。学校のテストと違って模擬試験では生徒の大半が初見の問題に取り組みます。それをトライで培った知識をもとにしながら問題を考えて解く、そういった学力が上がった時に私はやりがいを感じます。